首がね前に出ちゃうんですよね。コンプレックス、あ、うん、出してるつもりないんですけどね。そうですね。コリコリってコリコリしてますね。軟骨髪毛はもう凝りやすいんで、それが、こう当たってるんですね。ちょっと苦しいかと思うんですけど、もう苦しすぎたら見てください。はい、大丈夫ですか？はい、気持ちいい。自分でゴリゴリ言ってんな。わかりますね。感触もしっかり感じます。もうちょっと要は反らすとか、ひねるとかして、こっち側の筋肉もこう動かしてあげるといいんですけど、モナさん普段の姿勢だとこっち側がほぼ動いてないんだと思うんですよね。なので、こうやって凝っちゃうんですよね。そうですね、やっぱその辺がいつも痛く感じる、そうですよね。ちょっと今でもね、冷えてる感じしますね。冷たくなりますよね、なってますよね。もう毎日触ってほしいと思いつつ暮らしてます。幸せではあるけど、やっぱここはやってほしいなっていうのがあるんですね。届かないし、そうですね、痛みをよく感じてます。あ、そうだったんですね。ちょっと背中が丸くなっちゃうと、ここがね、凝った状態になりますので、まあ、こう首の方にね、伸びる筋肉もあるんですけれども、そこもまあ恐らく取り込んでしまっているので、ここが縮んでいて、うまく姿勢のいい姿勢を取れないっていうのもありますね。よく響きますよね、この辺。肉なのか骨なのかよく分かってないです。筋肉です。骨は、下に、ね、骨があるんで、この筋肉、薄い筋肉なので、筋肉越しに骨にも少し触るというか、感触はありますけどね。大丈夫ですか？なんとも言えない痛み。痛い。ああ。そうですね。
すぐ痛い。あ、くすぐったい。くすぐったい。あ、じゃあ左の方が良くないですね。うん。もう多分こう左がっていうよりか、まあ部分部分でここに関しては左が、ここに関しては右がみたいのがあるんですけど、あ、確かにここら辺の凝り方とか左の方がきついですね。左手でスマホ持つからかな。ああ、そうかもしれないですね。結構スマホ時間長いんですもんね。そうなんですね。見始めると結構やっぱ見ちゃいますよね。見ちゃいます。痛くはないですか？痛気持ちいいです、うん。確かにすごい硬いな。もともとこの辺のね動きが良くはなかったですけど、なんかこの辺の硬さは本当にすごいですね。がっちり、キープ力が。ちょっと苦しく感じちゃいますかね。大丈夫ですか。沈まないんですよね、だいぶね。鉄板のような。鉄板のようですね。本当に。硬いですね。ね、今一見ね、こう細いお嬢さんなんですけど、やっぱり。ありますね、肌さこりがこの辺に関してはすごいです。おばさんみたいな。まあ見た目とか、ね、年齢は意外と分かんないですね、実際触ってみないと。うん、いかにも硬そうみたいな人がそうでもなかったりってこともあるんで、あ、意外と。でも最初よりだいぶ動き良くなってきましたね。あ、よかった、最初揺らしてる段階でこのやっぱりこの ここから上ですよね、に関しては揺れにくいなっていうか、あったんですよね、凝ってるなっていうのが。ちょっと動きづらいですね、開かないですね。やっぱこうあれですかね、姿勢がもう決まったらそのまんまみたいになりがちですかね。痛くなったら、痛くなったら変える、体勢を変えて。痛くなるまでは変えないっていうことですね。そうなんですよね、だいぶだから、ちょっと荒用事な感じはありますけど、いやでも今の私の体にはちょうど気持ちいいです。よかったです。ちょっとね、やっぱたまには大きく動かしてあげないと、もう本当に固まっていっちゃうんですよね。そうすると、まあ、他にも影響がどんどん広がっていってしまうので、
この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。 See you.